ベルントバイクルベルントバイクルは、オーストリア生まれのドイツのオペラ歌手、コンサート歌手、著作家、オペラ演出家、ウィーン生まれ。歌手として、国際的な知名度を得たきっかけは、ワーグナーの楽劇、ニュルンベルクのマイスタージンガーのハンス・ザックス役だった。最初、国民経済学を学んだが、ドイツ・マインツで歌唱の専攻に転校し、ハノーファー音楽大学を卒業した。 1968年、ハノーファー歌劇場でデビュー。1972年、バイロイト音楽祭に初めて出演した。1977年以降、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場に定期的に出演した。役のレパートリーは、イタリアオペラ、ドイツオペラ、フランスオペラから、ロシアオペラにまで及んだ。著名な歌劇場や音楽祭には常連として、 客演を続けた。具体的には、バイロイト音楽祭には25年間、毎カ出演。メトロポリタン歌劇場には20年。ロンドンのコベントガーデン歌劇場に25年。ミラノスカラザに20年。ウィーン国立歌劇場は32年間に、通算350日。日本への客演が30年。バイエルン国立歌劇場に25年。 ハンブルク国立歌劇場に17年。その他、客演として、ベルリンドイツオペラ、ベルリン国立歌劇場、パリオペラザ、バルセロナ、ロサンゼルス、サンフランシスコ、リスボン、リュクソール、テルアビブ、モスクワのほか世界各地の歌劇場やコンサートホールに出演した。ピアニストのコードガーベンの伴奏で歌曲の録音を多く残している。伴奏者としては、 ガーベンのほか、アーウィン・ゲーイジ、ヘルムート・ドイッチュともに、国内外で、歌曲リサイタルを開催した。歌手としての経歴のほか、映画、テレビ番組の作家としても活動した。映画には著名な作曲家を扱ったものがあり、フーゴー・ボルフのイタリア歌曲集、スペン歌曲集、バーラーの、不思議な子供の角ノブエ、ワーグナーのドイツ歌曲集、フランス歌曲集、 リストの歌曲集などに関連する作品がある。1988年、名誉称号として、教授の称号を受けた。1993年、ハンブルク宮廷歌手の称号を受けた。バイエルン宮廷歌手、オーストリア宮廷歌手の称号も持ち、1998年には、ウィーン国立歌劇場名誉団員の称号を授かった。 1988年のイスラエル建国40周年記念式典に際してはメンデルスゾーンのオラトリオ、エリアの上演を企画し自らソロで出演したハンブルグ、ミュンヘン、ビースバーデン、イスラエルで上演されたイスラエルとドイツの大統領夫人アウラ・ヘルツォークとマリアンネ・フォンバイツ・ゼッカーが企画の講演者となった1996年に ルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンの精神治療クリニックで、うつ病患者への音楽療法的介入としての歌唱の研究を指導したほか、ウィーンでは、旧市民病院とオーストリア肺疾患連盟との共同研究として、軌道疾患患者のための発生、歌唱トレーニングという治療法コンセプトをスタートさせた。父親の出身地であるバイエルン州、 ボーデンマイス氏の名誉市民となっている。視聴者にはバイクルにまつわる展示施設が置かれている。2012から14年、彫刻家カールヘニングゼーマンにより、等身大の彫像が制作されている。言語表記のないものはすべて、ドイツ語。ありがとうございます。